今回はダンジョン飯、なぜ主人公のライオスがサイコパスっぽい性格なの？に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。なんで主人公がこんな性格なん？こんな性格じゃないと主人公が務まる世界じゃないから。迷信深い田舎村で妹に魔術の才能があると知った村人が、村八分したことに怒って人付き合い止めたから対人能力が低い。俺もなんでライオスこんな感じなんだろって思ってたけど、最終回読んで物語の結末から落算した人物像だったんだと納得した。突き抜けた才能とか能力があれば受け入れられる。周囲の人がそれを許容してくれることが前提だが、目的を隠して社会に順応する点ではカブルーの方がサイコパス度高い。サイコってかこじらせたオタクじゃないかな？金持ちが犬と妹とばっかりで遊んでたら陰湿な体育会系の軍隊ではそりゃいじめられるよなって思う。たかが田舎の村長の息子だし金持ちってほどじゃないだろ。妹と遊んでばっかだし単に年の近い子供少ない世代だったんじゃないかと思う。霊が見える妹が恐れられて村で迫害されたのを守ってたからな。同年代の子がいても遊ぶ機会なんてなかったと思うぞ。この場合の金持ちって周りと比べてって意味合いを大きめに言ってる。良くも悪くもひねくれないし悪い奴がかっこいいみたいなクソガキの気持ちわからんと思う。てか読者は神の視点で見てるからただの信頼できる良い奴ってのは知ってるけど、作中だと内面はわからない奇人変人だからそりゃ仕方ない。作中でも鉛とシュローデスラーの局面で善人って言い切ってるし、それ以外の過去の金ハギパーティーの連中もあれは育ちが良いな、って言ってるんで、作中の知ってる人間からの評価も基本育ちの良い善人だよ。そもそもの目的が金銭じゃないからね。価値観違うから無欲って思われる。モンスター知識豊富で無欲なベテラン戦士扱いだったのがどうしてこうなった。妹の蘇生を出しにモンスター飯の目的を達成しようとする邪悪。モンスター化して妹見てかっこいい。問題行動多いけど善人だからプラマイゼロだと思いますって感じのフォローだと思う。一重に空気が読めない。それが悪いだけとは言えないからな。士族からはぶられた鉛を仲間にしたりとか、世間的なしがらみにとらわれないという面もあるし。周りの冒険者も似たようなもんなのにな。シュローの察せに対して言わなきゃわかんねえよってのは同感。まああの喧嘩は舞鶴が言った通りまさに図体のでかい子供の喧嘩だから。文化的な違いもあるとはいえその辺はまあそう。シュロー自体がそもそも寡黙で控えめな性格だからな。ただし反対すぎてどっちもどっちなところはちょっとある。そしてだからこそシュローはそんなライオスのことが妬ましかった。喧嘩して本当の意味で友達になれたんだろうな。その後カブルーでも繰り返すからやっぱりライオスに問題があるんだと思う。カブルー君は魔物職にとても興味のある友達です。でも裏を仕切ってた奴はクズだし、ぶっちゃけライオスは人間としてはかなり真っ当な方ってのが単にモンスター好きが異常ってだけでな。親父は言葉足らずなだけや、まあ母親は体弱くてメンタルダメージで、すぐ倒れちゃうような人だったらしいしファリンが頑丈に育ったのが奇跡。許容値が高すぎて線引きのラインがおかしい。いくらなんでも鈍感すぎるとは思うが、そこをギャグにしている感じが賛否両論ではある。死んでも OK な迷宮に潜ってる時点で常人とは別物だろ。作中人物の性格的な面だと戦士の存在がデカすぎるんだよな。ライオスがサイコパスってのはただのチルチャックの感想でしかも揶揄して言ってるだけという。多分チル本人すら本当にサイコだとは思ってない。鉛を呼び戻そうとした時にも、金を積めばいいという問題じゃないとマルシルを諭してたくらいなのに、ヤバい案件についてきたチルチャック兄さんはライオスたちを信頼してるんだよね。カブルーでもドン引きする山の民と村の関係。自由民との関係はどうしても良好とはならないからね。当然パパは言葉は足らないけどやったことは結果的には良い方向に行ってるんだよな。ファリンと両親は手紙でやり取りできるくらいになってるし、ライオスはまあ親父への反発で反抗期中だけど、しっかり考えて良い方向へ結果を出すところはライオスと同じなんだよな。ファリンと距離を置けたことで嫁さんも落ち着いたろうし、ファリンを対面的には追い出したことで村人も黙っただろうし、計算外は兵学校に行かせて馴染めなかったライオスくらい。
サイコだったらやからどもに金をやることはないよな。ちゃんとしたサイコパスの見解って尖った利己的な特徴あるんだっけ？自己中心的、めっちゃ IQ が高い、他者への共感性がない、口達者で人と仲良くなったり周囲に溶け込むのがうまい、犯罪への忌避感や躊躇がない、という傾向があるそうだ。これって矛盾してるよな。アンテナ欠落してる奴がなんで口達者になれるんだろ。アンテナはあるよ。頭では相手の感情は理解してる。共感しないだけで。頭はいいからこうすれば取り入ることができるってのを理屈で理解してるんじゃない？頭のいいサイコパスは他人への共感を感情ではなく理性でイミュレートできるから。感情に流されない分相手が真に求めてる共感の言葉を言える。理屈でわかるけど全然わからんってやつでしょ。知的好奇心が強すぎるデンジローみたいな人。主郎も察して主義というか何も言わないところは非があるし、それにつけてもライオスは鈍感すぎるし、でまあ喧嘩にもなるんじゃない。サイコパスの特徴を挙げれば挙げるほどカブルーの方がそれっぽく見えてくる。不思議。カブルーはソシオパスの方が近いと思う。ダンジョン飯世界はちゃんと治安が悪くていいよな。島主は金ばらまくばかりで管理や統治ほったらかしだったしな。ハンパ社がハーフ種ばっかりなの良くなくていい。カブルーはそんなに自己中心的じゃないような気もする。趣味人間観察みたいなやつだから周りへのデメリットが打ち消されたんだろうか。サイコパスというととんでもない異常者想像するけど、実際は割とたくさんいるとか。ダークな方へ引っ張られるような内容をコミカルに見せてるダンジョン飯には、ライオスのようなキャラが必要だ。そういった役回りを背負ってるとも言える。頭がいいので周囲を見てどうすれば普通に見えるかも魅力的に見えるかもわかってるし、そう振る舞う。ただし共感性はなく自己中心的なので自分のために他者を踏みにじることに躊躇しない。そんな感じ。尊重の子だったから妹は生き残れた。ただの村娘だったら村人に殺されてた。村にもよるだろうな。当然村長の村だったら村長が逃がしてくれた可能性もある。トールマンってか短命種は魔法に対する偏見がひどいのだ。当然父はかなり高い教育受けてたっぽいからな。魔法学校とのつてもあったみたいだし、ライオスも子供にしちゃレイズ界だのいろいろ知識身につけてたから親父が蔵書結構持ってたのかも。共感性が低くて普通に社会に溶け込めない人はサイコパスじゃなくてもっと別の表現で呼ばれるだけ。頭がいいせいで自己完結して結論から口にするから誤解を招くはありそう。突っ込み入れられたらすぐ説明できるし。ブラック企業の社長とかああいうのがサイコパス。チルチャックもネットの人の多くも本気でサイコパスと思って言ってない。ファリンが食べられるまで魔物偏愛を見せなかったくらいには常識人なのに。シュローにだけはかなり執着するんだよな。自分の嫌いな北方人種社会の外から来た人ってことで期待してたのかな。シュローは珍しい格好しててクッソ強いから、レアモンスター的な隙も入ってるんだろう。ドラゴン美味しいなら食べてみたいやん。自分を食ったドラゴンをその好奇心で食べ返せるファリンはすごい女だよ。人間に興味がない。他人に共感できない、なのに人間を言葉巧みに操ることができる。行動のすべてが利己的、言動すべてが他人からは魅力的な人物として映る。食べるもののせいで脳がおかしくなり後天的にサイコパスになるというケースも。それはサイコパスとは言わないんですね。言葉の定義にとらわれすぎるのは良くない。作中でそんな悪口言われてたよってだけ。初めての友達に舞い上がってたんだぞ。て冷静な自己分析好き。ライオス苦手と言ってるシュローでも善人という評価には揺るぎがないしな。人間に興味がないとは言うが基本的に善人なので、サイコパスでは全然ない。チルチャックがサイコパスって言ったのが悪い。まあサイコパスではないが、何かまあ、怖い。倫理観がイカれた善人だよ。根本が利他的な時点でサイコパスではないよな。コミュ障なだけで。今回はダンジョン飯、なぜ主人公のライオスがサイコパスっぽい性格なの？に対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。